アルロサ航空、旧称アルロサミールヌイ航空は、ロシアミールヌイの航空会社。拠点は、ミールヌイ空港とポリアルヌイ空港、商店都市は、レンスク空港である。国内定期便及び国内チャーター便を運航する。アルロサミールヌイ航空は、ロシアの工業会社アルロサにより設立された。姉妹会社に、モスクワに拠点を置く VIP 向け旅客チャーター便の運航会社。 アルロサイコールアビアがある。アルロサミールヌイ航空の就航都市は以下の通り。アルロソの百 -154M ドモジェドボ空港に中期中のアルロサノイルマイナス -76 アルロサミールヌイ航空の保有機材は以下の通り。同社はボーイング 737NG の導入による古くなったマイナ百 -154 の置き換え、および 薬打や航空からリースした737から700での乗務員の訓練を計画している。2010年9月7日、飛行中にアルロサミールヌイ航空514便で電気的故障が発生した。同便は最寄りの伊島空港への緊急着陸に成功したが、草が追い茂った滑走路をオーバーラン式体が大破した。乗員乗客81人が搭乗していたが、 全員脱出し、無傷であった。同便は、ポリアルヌイ空港発、ドモジェドボ国際空港域の定期旅客便として、運航されていた。ありがとうございます。